撃ててしまえる。やばい、なんか手が伸びた。抑えられない。はぁ。あふぅ。お、友達。今日は異能のカルテってゲームをやっていくよ。展開早。あら、新しい先生なのね。はじめまして。この時間って必要なのかしら？私お花に水をあげなきゃならないの。早めに終わってもらえると嬉しいわ。あなたは施設に招かれたカウンセラーです。対象と会話を通じて個性や異能の詳細を把握しカルテを埋めることがあなたの仕事です。制限時間は1時間です。長期を維持しつつ、信頼を重ねてできるだけ多くの情報を引き出しましょう。この子が対象か、まずはカルテを見てみようぜ。名前はエリカ、年齢は12歳か。私たちは対象の、性格、好きなもの、こだわりやトラウマ、そして能力について把握する必要があるみたい。ここって何かの施設なのかしら。とりあえず目の前の子についてカルテを埋めていきましょうか。冷たい感じの子だね。初対面だし何か話のきっかけが欲しいわね。これとか使えるか？クレヨンか、ちょうど用紙もあるね。簡単なことからコミュニケーションを図る感じで、それじゃあ使ってみよう。好きなものを書いていいの？たくさん書くんだよ。できたわ。どうかしら。どれどれ見せてもらおうか。こういうのは初めが大切だぞ。とりあえず褒めとけ。部屋に飾るとしようかしら。ちょろい。左上のハートが増えてるね。うへへ、スマイル。お前、出てる出てる、顔に出てるから、職務を全うしような。場もあったまったし話しかけてみよう。あなたお花好き？冒頭でも話してたよね。私も好きよ。お部屋でたくさんのお花を育てているの。戻ったらお花に水をあげなくちゃ。今のところいい感じに好感度が上がってるね。最初と違ってかすかに笑顔だね。これにジュースとか飲んでくれたら好感度うなぎ登りじゃない？やばい、なんか手が伸びた。抑えられない。はぁ。あ、なんで？こいつマジ？やめてやめて、そんな目で見ないで。それ、私の名のだけど。やばい、好感度下がった。マジか、これ飲んでくれると思ったんだけど自分が飲む感じなのね。ここまで順調だったのにな。あなた新しく来た先生よね。新しい環境ってどう？地道に話していくしかないか。そうよね。私も新しい環境や人と関わるのは苦手よ。特にここにいる大人が仕事人間って感じであまり好きじゃないわ。あなたはそうならないでね。あ、この子施設の人にあまりいい感情を持っていないみたい。普通の施設には見えないわよね。監視カメラに。鉄格子みたいな窓。この子を収容するための施設って感じがするわ。何かの実験でここにいるって感じか。わからないけども、この子には能力があるらしいし、研究者に囲まれているならあまりいい印象は持てないのかも。あなたには仲の良いお友達はいるの？ここはちょっと揺さぶっていく。あなたはお友達作りが上手なのね。おっと、意外な反応。何がだ？いや、こういうネクラで物静かな子は対人関係に対して嫉妬がありそうじゃん。だから好感度下がると思ったけど、下がらないってことは潜在的に人と触れ合いたいと思ってるのかな。ただ苦手で内向的な子みたいだ。話を続けよう。そういえば、前の先生はどうなったのかしら。前の先生とはうまくいってたのかな。そう。けど、先生が変わるのはよくあることだわ。あなたとはあと何度会えるのかしらね。前任者には手に負えなかったのか。私たちが来たのもこの子の情報を得るためだもんね。あなたは、この施設の外から来たのよね。私はもうずっと、外に出してもらえてないの。また大きな図書館や植物園に行きたいわ。危険性があるから外に出れないのかな。ありがとう。嘘でも嬉しいわ。嘘じゃないわ。絶対絶対に連れて行って、あなたの喜ぶ顔見てやるんだから。それじゃあもっと仲良くならないとな。あなたはどうして、ここで仕事をすることになったの？研究のためって言ったら好感度下がりそう。本当かしら。逆に疑われちゃったよ。今までこんな奴いなかったんだろうな。施設には他の子供たちがいるわ。他にも？私はあまり行かないけど、みんなはよく広場で遊んでいるみたい。なぜみんなと一緒に遊ばないの？あ、やべ、ここで踏み抜くんかい。人と関わるのは苦手って話したわよね。ちょっと無神経なんじゃないかしら。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。これは霊夢が悪いな。もう始まってから50分も経つのね。あなた私とお話ししていて楽しい？いえ、こんな話をしても無駄ね。忘れてちょうだい。ああ、これはまだ心を開いてもらえなかったようね。オレンジジュース飲んじゃったから。あ、いや、あれはしょうがないでしょ。飲みたくて飲んだわけじゃないんだから。もうこんな時間だ。今日はこれでおしまい。それじゃあ失礼するわ。ガードが硬いわ。いや、もっとやりようがあっただろ。性格しか引き出せないお前にびっくりだよ。まずは適当に会話でも挟みつつ好感度を上げていこう。私はこの子が抱いてるぬいぐるみが気になる。話のきっかけになるし聞いてみましょうか。手作りなの。お裁縫が趣味なの。今では私の大切なお友達よ。子供っぽい一面もあるんだね。ただの趣味よ。あれ、この子褒められて嬉しくなってるよ。顔は無表情なんだけど。自信作なの。少し見せてあげてもいいわよ。なんだ可愛いとこもあるんだ。少し生々しくかと思えばボワボワとしている。なんだこれ、正気度が減ってんじゃん。とりあえず返しとこう。ありがとう。このぬいぐるみについて詳しく知ることができれば、この子の能力についても知ることができるかもしれない。そのためにはもっと仲良くなるしかないわね。本棚には絵本や図鑑、教科書などが並んでいる。本棚から植物図鑑を見つけたよ。植物図鑑は使えそうだな。花が好きって言ってたもんね。あら、花の図鑑もあるのね。君の好きな花について教えてよ。私と同じ名前の花、エリカ。この花は私の憧れなの。自分と同じ名前の花とかいいわね。憧れか。でもそれに固執しすぎるのは良くないよな。生き方が狭まるっていうかさ。エリカはたくさんの花をつける植物なの。
名前は同じでも一人ぼっちのエリカとは違うわね。少し羨ましいわ。ほーら、この子エリカの花みたいにたくさんの友達に囲まれたいとか、思うのはいいことだけど、それで卑屈になって自己嫌悪を抱えちゃってる感じじゃない？この花はネガティブな花言葉が目立つけれど、よく見ると、一つ一つの花が個性的で素敵よね。同じ名前だからなんだか恥ずかしいわね。結局のところ大切なのは一つ一つの子なんだから。ありがとう。これで少しは前を向けるのかな。エリカが優しく微笑んだ。カルテが更新されたな。好きなもの、手のめりか。花言葉は孤独と寂しさ。人形を友達と慕う孤独な少女。これはもうトラウマを見るのが楽しみですね。それはお前だけだかんな、マジで。性格と好きなものまではいけた。ここからはだいぶ踏み込んだ質問になると思う。私の準備はいいわよ。行くぞ。もう一度ぬいぐるみについて聞いてみよう。この子は私を理解してくれるお友達なの。心を込めて作ったわ。慎重に行けよう。ぬいぐるみだけが唯一の理解者ってなんか塞ぎ込んでるな。少し子供っぽいかしら。それでも私には大切なお友達で私の一部みたいなものね。この話題はもう少し掘り下げられるかもしれない。掘り下げっと。昔ね、喧嘩して仲の良かったお友達を傷つけてしまったことがあるの。ほうほう。私もカッとなって、その後のことはあまり覚えていないのだけれど。暴走ってやつ？あの瞬間で唯一覚えている。私を見るあの目が忘れられないの。これ友達ってない？その子の家に謝りに行ったのだけれど、その子には会えなくて。ごめんなさい、昔の話よ。今はこの子が私のお友達だから。寂しくないわ。人を遠ざけることが本当の解決なのか？うつむいて自分の殻にばかりこもってちゃいけない。トラウマのカルテを更新した。友人を傷つけてしまったか、過去と自分を恐れる相手にトラウマを抱いてしまったか。で、こいつが今の相棒と。ちょっと欲しい、わかる。元気がない、辛い過去の話に触れたせいだろうか。だが何か話したそうな雰囲気だ。根気よく話しかけてみよう。トラウマの話に行くと50分まで話せないようになるみたいだ。それまでにいろいろと準備しろってことね。私とお話ししていて楽しい？こんな話する時間なんて無駄よ。いや無駄じゃないさ、うすうす感じてるんだろう。あなたもどうせ今までの先生と同じ。それは過去のトラウマだ。過去にとらわれちゃ仕事人間で、本当の私を見てくれない。見ようとする努力はしたさ。私はずっとずっとずっと一人ぼっち。引きこもってるのはどっちなんだ。落ち着け霊夢。カルテを思い出せ。皇帝ね皇帝、わかるよね。ね、そうそうそう、そっち。ああ、おま、おま、お前そういうところあるよな。あなたも同じね。今までの先生と同じ。能力を知りたいの？いいわ、見せてあげる。そして私を恐れないように、あなたの頭も目も体も、すべて私の一部にしてあげる。お友達になりましょう。ごめんなさい、霊夢。やっべ、使いもんにならねえ。友達。エリカがとても恐ろしい姿に変化した。じわじわと自分の体に草花が蝕んでくる。なんとかしなければ。だいぶ良くなったわ。少年と巡業の能力について把握しよう。これがエリカの能力。これ前任者殉職してね。何かあるか。頭の花が能力の核みたい。どうにか引きちぎれないかな。無理。お前の状況いかれたんか。草花に絡め取られて思うように動けない。もう完全にこの子の射程圏内。一か八か核の破壊を試みるしかないか。でも全く動けない。ぬいぐるみの縫い目から植物が這い出してきている。持った時の違和感はこれだったのか。あなたも私の一部にしてあげる。正気が保てそうにない。意識が。やっぱり、あなたもこれまでの先生と同じだったわね。おやすみなさい。ここまでか。一体何人の先生が犠牲になったのか。能力の対処が必須のようね。あの頭の花を引きちぎればなんとかなるか。そんなことしても無駄よ。草花が体を蝕んでいる。腕や腹を草が突き破っていく。とてつもない痛みを感じる。息が、できない。今回はぬいぐるみを人質にすればどうにかならないかな。あかん。大切なものなの。そう。とても大切なお友達なの。大切だよねー、友達だもん。この子の地雷みたい。あ、渡してくれたわ。あまり人に触られたくないみたいだぜ。エリカにぬいぐるみを返す？返さない。そこは返そうぜ。ぬいぐるみを手に入れた。カウンセリングを。そういえば、ぬいぐるみを返していなかった。なんだ？中身が動いて。またここまで来た。水で正気度を回復できるみたい。好感度もマックスまである。こりゃ友達になれるよね。簡単にそんなこと言わないで。私の姿を見たら恐ろしがるに決まっているわ。その目がもう恐ろしいんだけど。あの時のあの子と同じように。やっぱり友達もやってるね。今までの先生と同じように。霊夢、これはヤバそうだぞ。いえ、そうね。私、あなたとお友達になりたいわ。あなたが私を否定しないように、そして私を恐れないように、あなたの頭も目も体も、
すべて私の一部にしてあげる。どうしてそういう考えになっちゃうんだよ。トラウマと自分の能力に引っ張られてるような気がする。お友達になりましょう。よし、ここからだね。最初は正気が保てなかったけど、ここで水が生きてくる。頭の核に手を伸ばしても届く前にこっちがやられる。一度カルテを確認してみようか。霊夢トラウマの欄見てくれ。なんだ？否定されることを嫌うみたいだ。もしこの子の能力も含めこの子の本当の姿だとしたら、核を引きちぎるのはこの子を否定することになるわけか。難しくなってきたぞ。なんでちょっと楽しそうなんだよ。あなたも体の一部にしてあげる。否定はしない、否定はしない。全部受け入れろ。そんなことをしても本当の友達はできないと説得した。うるさい。正論パンチ聞いてる。あなたも私のことを恐ろしいと思っているわ。あの時のあの子も同じ目をしていた。そっか、やっぱりこの子は寂しかったんだ。友達と思ってた子に恐れられて、こんな施設の中でもたくさんの人たちに恐れられた。だから私は、この子の能力なんて関係なしにこの子について理解したい。気持ちは一緒だ。恐ろしい私の姿を見ても、あなたはそんなことを言うの？でも、あなたは私の話を聞いてくれた。あなたを信じてもいいの？私と、友達になろう。体の自由が利く。終わったか。あなたは優しい先生ね。今までに来た先生はみんな私の姿を見てすごく恐れていたわ。でもあなたは私の姿を見ても恐れず、私と向き合ってくれた。さっきは本当にごめんなさい。こんな私と、お友達になってくれる？次回も、楽しみにしているわ。チャンネル登録してね。